皆さんこんにちは。はじめまして、リアと申します。私はですね、ピラティスのインストラクターで、ベリーダンスのインストラクターでもあるんですけれども、今うちのスタジオがですね、このコロナのあれで4月からクローズをして、4月からオンライン動画レッスンを始めています。で、いろんな方にご利用いただいて、皆さんがこの、ダンスのためにとか、普段の生活が、の中でいつもピラティスやろうと思ってたんですけど、ジムがクローズになったからとか、いろんなお声をいただいてですね、ご参加いただいているので、今日はちょっとピラティスをどんな風にレッスンの、ことを考えているかなんていうことをちょっと話したいなと思うんですけども、ピラティスはですね、ジョセフ・ピラティスというドイツ人の方から来ていて、彼はもう100年前の方で、もう亡くなりになってるんですけども、そのジョセフ・ピラティスはもともと医療関係のことをしていたりとか、まあ、パフォーマーであったりとか、そんなこと歴史の中でですね、彼は、いかに人を楽しませながら、アスリートを、医学的にトレーニングできるかということを、まあ、第一次世界大戦中にとか、を経て軍隊さんをこうリハビリさせる中で、彼独自の、もちろんヨガとか、バレエとか、ジャズダンスとかをいろんなことを経験しながら、彼独自の、ルーティーンで編み出していったものが今言われているピラティスとなります。で、私はそのジョセフ・ピラティスの愛弟子が直接受け継いでいる、ジョセフ・ピラティスがやってきたことをそのままに教えるクラシック・ピラティスと、あとニューヨークで、その弟子がまた、なんでしょうね、このダンスなどの、いいところを入れたりとか、理学療法を交えたコンテンポラリーピラティスという、まあ、両方を学んできて、今皆さんにこの何を教えようかと思うのにですね、まあこれはジョセフ・ピラティスの、コントロロジーっていう本ですけども、まあ、もう一回こういうのを見返してみたりとか、まあ、これニューヨーク時代でいっぱいこう勉強してきた、全部このね、資料をまた総洗いしながらですね、いかに皆さんに分かりやすく、そしてなるほど、ピラティスって楽しいなって分かっていただけるように、こんな感じで筋肉の説明を毎回しながら、このハムストリングは座骨のね、ここにある座骨のね、なんて言いながらですね、毎回15分か30分から、長くても30分ぐらい、週に2回配信をしています。で、もともとはクローズになったスタジオの生徒様たちのためだったので、最初はもう初中級といって、まあ、ある程度の1時間のルーティンをこなせる生徒様たちがいらしたので、その方たちに作ってたんですけど、今本当にピラティス初めてで、あの内容だったらちょっときつすぎるというので、入門ピラティスっていうのも作ってます。で、その入門ピラティスっていうのは、今これから撮影するんですけども、例えばその座骨はここにあって、今日やるスパインストレッチフォワードとは、座骨をここから、ここの膝の下をこう引っ張り伸ばすようにまず、座っていきましょう。で、そしてっていう風に一つ一つの動きを細かくしながらですね、この運動はどこを特に鍛えてますとか、どこに意識を向けましょうっていうので、そちらはですね、水曜日土曜日毎週2本ずつですけど、1個ずつの、基礎のピラティスの動きを10分ぐらいの、ビデオにして、それを皆さんに見ていただいてます。で、月の最後には、ちょっとしたショートルーティンをしたりとか、入門のピラティスもバレエも、基礎入れてます。ジョセフ・ピラティスの弟子たちが今引き継いでる方は皆さん、クラシックバレリーナさんの方が多くてですね、ジョセフ・ピラティスもそのことを、とても大事にしてたんですけど、フロアバレエと言われてるぐらい、バレエに似てる要素がたくさんあります。なので、私もニューヨークでレッスン受けた時は、たくさんのダンサーバレリーナさんとかがね、いっぱい私の先生のクラス受けてきてたのを覚えてるんですけど、とにかくピラティスは地味によく思われるんですけど、ヨガと何が違うのって、もう全然違うんですけど、もちろんハードな面もあるんですが、こうやって体の動きを
骨格に解剖学に沿ってですね、どことどこをしっかりこう意識しながらっていう風にやって、とにかく体幹っていうのは背骨なので、背骨を整えること、それから見えてくる左右バランス、左右の歪みをどうやって意識するっていう風に、整える、とてもいいトレーニングで皆さんにおすすめです。私があのピラティスに出会った最初のきっかけはニューヨークにいた時なんですけど、うちの母が、手術をしまして、その手術するあと、大体日本では病院の中でリハビリをちょっと期間あったりしたするんですけども、手術したらもう翌日にはニューヨークでは帰されて、医療費が高いのでもう入院できしてられないんですよ。なのでその代わりに、ドクターからピラティスのインストラクターを紹介されるんですね。そのピラティスのインストラクターが紹介して、最初にあなたはこれやりなさいって言った内容が、皆さん知ってるかもしれないですけど、ブリッジっていうね、背骨と骨盤をこう整えていく、ゆっくりとした動きでの中でやるブリッジだったんですけど、それで、知りました。なのでもし体に痛みがある方もぜひ直接の指導はですね、月1回とか、になってくるかもしれないですけれども、ぜひビデオを見て、自分にはここが足りないのかっていうことを少し知る知識をつけるっていう意味でも、本当に頑張ってビデオを作ってますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。そして今年の20年の今月8月、明日からの8月と9月と10月ではですね、なかなかビデオを自分で見て頑張ろうかっていう気になれないよっていう人のためにとか、ビデオ同じの毎回は作らないので違った内容に来るので、いつも毎日腹筋をやってるわけじゃないんです。たまには背筋とかもなるので、入門も初中級の方も、ピラティスを受講されている方は皆さん全員無料で、毎日平日朝10時と、夕方5時と夜の9時の3回15分だけ、みんなでズームで、よしじゃあ今月は腹筋しましょうって言って、ひたすら腹筋の、ハンドレットとかからまず、一緒にやりましょうって言って、私が見ている監修している中で皆さんにやっていただきます。その中で、あ、ちょっとやり方が違うなとか、少し違うところに意識が向いてるなっていう方がいたら、そういうズームで、注意していくことができるので、いい機会になるんじゃないかなと思います。本当に皆さんこんな時期の中でね、なんとなくやる気がなくなったり、日照不足でこう元気がないとかあるかもしれないんですけど、私が今ここまで本当にいろんな毎日子供もいて忙しい中で、なんで頑張れてるかなって思うのは、ちょっと本当どっかの芸人さんの方のセリフをパクっちゃいそうであれなんですけど、もう筋肉があったら絶対元気になれるんですよね。筋肉は絶対嘘つかないってよく言うんですけど、体力とかモチベーションとかいうよりも、まず体の筋力が上がると体温も上がったり、もう本当に勝手にやる気が出てきたり、もう何もしない一日でもいいので、なんかちょっとハッピーになれたりすると思います。なので、皆さんにそのきっかけになればな。なかなか一人で筋肉作ろうなんて思えることできないと思うので、私をきっかけに、そんな風な毎日の、習慣、筋肉を作っていく毎日の習慣をして作ってもらえたらとっても嬉しいと思います。もちろん土曜日日曜日も、家族で楽しいお休みをしながら、平日はもう15分だけでもやろうなんていう風になっていただけるといいなと思いました。で、いつもこんな感じで、スタジオにして、うちの自宅をですねスタジオにして、ここで、こんな感じの距離感で、はい、じゃあ皆さん横になっていきますよ、大丈夫ですかなんて感じで、画面に話しかけながらですね、今日は電筋やりましょうっていう形で、電筋ね、ここねっていう風に説明してますので、ぜひ何にも知らない状態で大丈夫ですから、ぜひピラティス、入門から始めようかなって思っていただけたら、3000円ですからね、1ヶ月3000円で、そのビデオもいつでも見れます。
その月超えちゃっても見れます。もう自信を持ってお届けするのは同じ内容を作ってませんので、皆さんが、とにかく楽しく毎日、ビデオを 見ていただけるような促しを頑張っていきたいと思いますので、ぜひあのリアスタジオのオンライン動画レッスンよろしくお願いします。では皆さんの、ご登録お待ちしてます。今日から申し込みいただけます、8月分。ではまた会いましょう。バイバーイ。